和田山町は、かつて、兵庫県中北部に存在した朝五郡の町。兵庫県田島県民局管轄。本校では、調整前の名称であるバイタムラについても述べる。2005年4月1日に、同郡三島町、町来町、陸野町と合併して、町来市となったため消滅した。合併後の人口は約3万6千人。兵庫県北部地方は、 田島と呼ばれ、兵庫県の面積の約4分の1を占める。田島は北市と南市とに2分されるが、南市の中心にあるのが和田山町である。JR 山陰本線と万丹線が交わり、国道9号と国道312号が交わる、交通の要所を。東は京都府天田郡役野町と長来郡三島町、西は洋府市、南は 兵庫県朝野郡朝野町と洋服市、北は兵庫県豊岡市伊豆市町と同市担当町に接する。和田山町の地域は大きく小学校区に順ずる。大倉、糸井、バイデン、武田、東側の5地域。和田山町で JR 山陰本線と万端線が分岐し、福知山、京都、大阪、神戸方面へのアクセスが便利である。 町民の長年の願いであった万端連絡道路が和田山町まで通じ、中国自動車道や山陽自動車道へ短時間で乗り入れられるようになった。将来市に合併後の2006年には、和田山町から北、近畿と八日自動車道の一部として、三島町の遠坂峠を越えて、舞鶴若狭自動車道のカスがインターチェンジまで接続している。田村に関するカテゴリ ありがとうございます。